アンカケスパゲッティアンカケスパゲッティは1960年代に愛知県名古屋市で登場したスパゲッティ料理。略称はアンカケスパ。茹でたスパゲッティにソースを和えるイタリアのパスタとは異なり、あらかじめ茹で置きしておいた太いスパゲッティを焼きそばのようにラードや植物油で炒め、中華料理のあんのような粘性とコクのある辛みの効いたソースがかかった料理である。この辛みは胡椒を たっぷりと使うためであるが、味のベースは、トマト味である。ミートソースを、名古屋人好みの味に仕立てようとしてできたと言われる。具材はウィンナー、玉ねぎ、ピーマンが一般的であり、その他、ピカタやエビフライなどの具がトッピングされたメニューも好まれている。野菜トッピングは、カントリー、ソーセージ、ベーコン等の肉類トッピングは、ミラネーゼ、または、ミラネーズと呼び、 肉と野菜の両方盛りについては、ミラネーゼとカントリーの頭文字を足して、ミラカンと呼ぶ店が多い。ミラネーゼは、イタリア料理というイメージで付けられた名前であるが、イタリアの中ではむしろ米を食べることが、特徴のミラノ市と特に繋がりがあるわけではない。この他に、魚介類のフライをトッピングしたものは、バイキングと呼ばれている。ただし、豊橋市の方では、 バイキングのトッピングが魚介類のフライではなく、鶏肉を焼いたのをトッピングとして乗せているお店もある。また、カレールーと合がけができる店もある。1960年代に中京圏で生まれたが、1970年代、1980年代は今ほどは広まっていなかった。2000年代以降になって人気が高まり広がり、今では独特の食文化として、 名古屋飯の一つにあげられることもあるくらいに広まっている。愛知県には専門店が多くあるほか、多くの喫茶店でも味わうことができる。さらに、岐阜県美濃地方や三重県北西地方といった周辺地域でも扱う店は多い。料理そのものは、後に独立してスパゲッティハウス横井を立ち上げる横井博士が、それで働いていた時期の1961年に生み出した。 それが発祥、横井が元祖となっている。本来は横井のオリジナルミートソースと呼ばれていたが、あんかけスパと呼ばれるようになった。名付け親は、カラメの店主があんかけうどんに似ていることから、あんかけスパと名前をつけたこととなる。それ、横井、カラメの共通のスパゲッティの会社、日本製屋さんもそれを認めている。2003年3月には、 カレーライスのフランチャイズである一番屋が地元一宮市であんかけスパゲッティ専門店パスタでここ3つ一店をオープンさせた。香味、オリエンタル等、主に名古屋の食品会社からレトルトソースが発売されている。また、あんかけスパゲッティ向けの太麺は日本製朝などから販売されている。スパゲッティハウス横井等の一部のあんかけスパ専門店のソースは 各店店頭、または、スーパーマーケットなどで、レトルト食品として市販されている。愛知県で創業した、ここ一番屋が展開する、パスタでここも、店舗で、レトルトソースを販売している。ことほガきや食品は、名古屋グルメアンカケスパという名で、ソースを添付したソフトメンタイプの商品を2011年から、製造販売している。ことほかきや食品は2018年から、 粉末タイプの業務用アンカケスパソースのもとも発売している。ありがとうございます。